始まってまいりました。ギャングパーツの小林でございます。でんねん。でんねんは言ってないやろ。ぜひバイクご購入ください。クラウド動画になっておりますね。今日は大阪出張の方やってきましてですね、さっさと帰りたかったんですけど、ちょっとどうしても寄れいというね、ことをギャングパーツの小林社長の方からね、ご指名いただきましたんで。あれ違ったかな。でお邪魔しております。そう、今日はね、です。今日もね、お付き合いいただきます。ギャングパーツの小林大社長でございます。はい、大社長ではないですけどね。はい、今日やってます。今日あのね、桜レンタカーの近藤 P がちょっと参加していただいてて、お疲れ様です。どうもお疲れ様です。本当ね、すいません、なんかカメラ持ちましょうか。持ちましょうか。タレントが2人も揃ってるわ。おお、液晶だけすごいな、これな、すごい動画やね。すごいですね。この P にカメラ持ってもらえる、はい、YouTuber です。いや僕あれいや、もう本当よそ様のチャンネルで申し訳ないんですけど、俺小林さんがこの中に入るのが好きなんですよ。いや早速入れるんですけど、はい、これね、前入ってましたよね。入りました、入りました。それではうちの小林が、はい、入りました。これも電気ついてないんですけどね。はい、いや入りたくないんですよ。出られない。どうせ閉めるんでしょ。夏場は暑いけん、きついて言ったけども、今12月なんで大丈夫なのかなみたいな。いやいや、これあのサンドブラストなんで、あのちゃんとこう、いや、してますよ。してます。今日ちょっとギャングパーツさんの方お邪魔しましてですね、で何もないとこなんですけど、いや僕ね、本当憧れのこのギャングパーツというね、ここで撮ってんですな。いやいや、実際撮ってる時はその向こうの車両全部どけて、車両の紹介をさせてもらってるんですけど、これ馬は映ったらダメなんですかね。え、馬飼ってないからな。誰も飼ってきてないやろ。マー君2馬力。マーシーになると4馬力です。あとでギャングパーツさんの動画見てもらうと分かりますね。この辺がほらこちらですよ。これもまあ自分でやって、なんか動画でちょっと僕もね、やってて、はい、見てくるんですか。させてもらいます。すごい台数ですよね。いや、まあ知れてると思うんですけど、いやだってこの P なんかどうですか、この辺なんか見てもらって台数かね。いや台数はすごいですね。まあ分かる。これはどこに何があるか把握してるの？いや、してますよ。してるって何があるかなっていうのは大体分かってる。大体ですか。何パーセントぐらい？何パーセントぐらい？今9割ぐらい。9割ぐらい。あ、じゃあ残り1割 Y さん探しましょう。あ、そうですね。はい、持って帰っていいやつ。そうですね。ありがとうございます。バレないやつ、バレないやつ。何をいただけるの？いや、だから持って帰らんといてもう。今日なんかね、お宝がいただけるということで。いや、ここにあるのは映って大丈夫なんですか？まあ大丈夫です。いや、NSR がありますけど。え？NSR ありますよ。NSR。あれ多分なくなっても分かんないと思うんですよ。分かりますよ。分かってるから NSR ありますよ。言うてるやん。いや、気づくのに結構時間かかるやつかな、みたいな。いなくなってもすぐ分かるって。なんかお宝がいっぱい出てきそうだな。いや、そんなこともないんですよ。まあその売り物以外のやつは、まあゴミみたいなやつですから。売り物以外のやつはね、売り物はお宝だと思いますけど、もう売り物以外にやってるやつはただのもうなんかこうね、ゴミみたいなやつが多いのかもしれないなと思う。Y さんが気になる車両この中であります？いや、もうね、もうお宝だらけですけどね、やっぱり NSR なんか僕なんかの世代だと気になります。気になりますよね。気になりますよね。やっぱ気になりますよね。気になりますよね。いや、あげないっすよ。今日は NSR。いや、あげないですよ。いただけない。いただけない。ではどれが。いや。じゃあどうやれば。どうすれば。それをまあ Y さんがどうにか NSR もらう企画ですか今日。ありがとうございます。キャラバンで来てます。住んで帰ります。もう帰りの無駄がないという。本当ですね。社長と仲良くしててよかった。いや、 NSR のレストアとかも結構数字取れそうな。あ、なるほど。しかもプロが。じゃあ私本気出して NSR レストア企画行きましょうか。やったことないですか。あれ、いかがですか、今の現状のコンディションの方が。知ってるんですけど日は飛ばないっていう。なるほどですね。合宿はとりあえずあると思うっていうレベルで飛ばしましょう。飛ばしてみせよう。プロですから。飛ばぬなら飛ばしてみせよう。まあそれはね、
神奈川に持って帰っての話ですね。まあそうですね。部品はまあ、いや神奈川持ってた日に取って帰ってくるんですか。部品あのまあ帰ってくるかどうかわからない。まず火は飛ぶ。飛ぶように返してほしいもん。返してほしい。いや、まあ、それで言うたらなんですけど、その多分社長の世代のバイクはほんまないと。いや MVX があります。世代だけどあれいらない。あの経営値があります。干潮の状態だったら欲しい。あのすいません、干潮な経営値があります。干潮の干潮な経営値がしょうがない、あちらに。いやしょうがない理由も仕方ない。いやちょっともう小林社長が心血注いであの経営、僕もねでもねちょっと興味ありました。本当動画で一生懸命小林社長が仕上げたあの経営値ね、はいはいはい、これちょっと見させてもらっていいですか。逆にまあ逆に動画の中でもかなり反響あったやつなんですか。反響はなあったかな。当たりません、ね、まあちょっとねちょっと予算だってもものすごいかかっててですね。しかもあのラッパまでついて旗が出てくるんですよこれ。旗いや旗出てきたらあので買えますよマフラーも。はい、今日あのなんとなんとこのケイチの方、私キャラバンに積んで。いやいや、待って、あいやお前Yさんプロがバイクを乗せるところが僕は撮りたい。そうですね。どういうふうにバイクをあの積んで、なおかつどうやってその縛ってるのか、トランスポーターのね。それはそれだけでしてくれ、もうお願いやから。お願いやから。その状態で横浜まで問題なく運べるのかというの。そうですね。そうですね。その検証動画いらない。検証動画。ございます。はい。楽しみだな。ちょっとそんな言ってるわ。いや、ほんまにまあね、あのこれはさせてもらったんで、はい、それはそれなんであれなんですけど、今日はですね、はい、この P の方からですね、はい、あの本気でお願いしたら小林社長なんかくれんじゃねえのっていう企画になってます。いやさすがにすいませんくれませんでした。いや俺めっちゃケチな人みたいな。違うまさ推しが足りないです。まさ怖いこと言うわ。俺の頼み方の誠意が伝わってないだけだ。いや付き合いで言ったら一番長いわけじゃないですか。そうですね、はい、あのポテトチップスもあったわけじゃないですか、はい、ポテトチップスありました。それは僕の恋ではないです。僕それを見て育った世代じゃないですか。あ、はい、そうなんですかね、はい、分かんないですけど、今日僕ちゃんとお土産にあのポテトチップ持参してます。あの帰りに倍返してぶちまけて帰ろうと思っておりますんでね。その日もお楽しみにしていただきたいなと思いますけどね。あの、宮城さん、お願いします。今日ね、あの本当久々にあの近藤 P とも、はい、小林君ともね、はい、なかなかちょっと物理的な距離あってポンポン会えるわけではなくて、僕の方がちょっとたまたま、大阪の方に納車に来るというね、まあ、うちの動画見ていただいている方は分かると思いますけどね、そんなこともあったんでちょっとお邪魔させていただいて、ね、仲間たちとちょっと今日はこれからなんかあるんですか。あります。宴が楽しみですね。お疲れ様でした。じゃあこの後よろしくよろしくお願いします。よろしくどうぞ。ワイツファクトリー。このPなんかもう小林くんつまみにして飲むの大好きだから。そうですね、もう当てですわ。小林くんいればつまみなんかいらない。いらない、しがむ。そんなこと。もうしがむね。しがむじゃない。しがむは大阪でやるから。ね、しがむって何ですか。いや、しがわかんない人いるでしょ。しがむって何。しがむって、だから、あのスルメしがむって言うんですよ。しがまない。いや、しが、あ、スルメはしがまない。しがしがすること、こう。で、こうするじゃないですか、スルメとかって。ここはシガレット。いやだからシガムってこう噛みついたけどこう一発じゃ食べきられへんから。ああ、そういうことね。カチュカチュシガマないな。いや、スルメがちょっと分かりにくいんじゃないです。でスルメをシガムって言えへんかったんだっていうのか。小林をシガム。いやだから僕は何も出ないですから。ギャングパーツをシガム。いやギャングパーツシガンでも何も出てきてないですから。出てこないの。すいません。いやもうちょっとシガンだらなんか出てくるのかなみたいな。いや何にも出てきえへんで。噛めば噛むほど味が出る。そうですね。もう小林社長とちょっとこの後ねこのピー交えてしがんでみたいと思います。こんな感じで大丈夫でしょうか。すいません、ありがとうございます。まあなんとか本当何の打ち合わせもないです。回ってしまえばなんとかなるみたいな、その乱暴なのやめてもらっていいですか。